2月1日から緊急地震速報の発表に新基準が追加されることをご存知でしょうか。今回は緊急地震速報についてお話ししていきます。こんばんは、練馬区議会議員の佐藤力です。練馬の力を伸ばすために全力で頑張ってまいります。さて、緊急地震速報とは、皆さんもご存知の通り、地震の発生直後に各地での強い揺れの到達時間や震度を予測し、可能な限り素早く知らせる情報のことです。緊急地震速報が発信するまでの流れとしては、地震が発生すると震源からは揺れが波、地震波と立って地面を伝わっていきます。地震波には P 波と S 波があり、P 波の方が S 波よりも早く伝わる性質があります。一方で、強い揺れによる被害をもたらすのは主に後から伝わってくる S 波です。そのため、地震波の伝わる速度の差を利用して、先に伝わる P 波を検知した段階で S 波が伝わってくる前に危険が迫っていることを知らせる緊急地震速報を発信しています。緊急地震速報には全国約690カ所の気象庁の地震計、震度計に加え、全国約1000カ所ある防災科学技術研究所の地震観測網を利用しています。これまでの緊急地震速報の警報音が鳴る基準は、最大震度が5弱以上と予想された場合で、発信する対象地域は震度4以上を予想した地域でした。今回2月1日からそこに新たな基準及び発信する対象地域として、長周期地震度階級3以上を予測した場合が追加されます。長周期地震動という言葉に聞きなじみのない方もいらっしゃると思います。長周期地震動とはどういうものかというと、地震が起きると様々な周期を持つ揺れ、地震動が発生します。ここでいう周期とは、揺れが1往復するのにかかる時間のことです。南海トラフ地震のような規模の大きな地震が発生すると、周期の長いゆっくりとした大きな地震動が生じます。このような地震動のことを長周期地震動と言います。建物には固有の揺れやすい固有周期があります。地震波の周期と建物の固有周期が一致すると、共振して建物が大きく揺れます。高層ビルの固定周期は低い建物の周期に比べると長いため、長周期の波と共振しやすく、共振すると高層ビルは長時間にわたり大きく揺れます。また高層階の方がより大きく揺れる傾向があります。長周期地震動により高層ビルが大きく長く揺れることで、室内の家具や重機が転倒、移動したり、エレベーターが故障することがあります。基準となる長周期地震動階級3とはどういうものなのかというと、立っていることが困難になり、キャスター付きの家具が大きく動くなど、非常に大きな揺れのことを言います。緊急地震速報を見聞きしましたら、慌てずまずは身の安全を確保していただき、揺れに備えてください。今後、首都直下地震や南海トラフ地震などの大地震がいつ起きるかわからない状況です。引き続き練馬区の防災対策の強化を求めてまいります。ぜひ皆さんもご自宅などでの備えをしていただければと思います。今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。